どうしたどうしてそんなにかわいいのそこまでかわいいのは罪だと思ってパートナーシップを長く続けていくのって簡単じゃないんだなと思ったんですけど受け取っていかれる方ができてうちの妻も大変立派な方でもう大変自立してる人なんで基本私がいなくても大丈夫な人なんです僕はたたたまま働かせてもらっけども 本来であればもしね働いてるお父さんとお母さんがいたら子育てをどっちがするのっていうのは結構、これ揉めなきゃいけないことだと思うんですよ、まあ妻も子育てがしたかったんだろうけども、うんはい、で会社を休んで妻が子育て専念してくれたから、まあ、私は働けたわけだけどもやっぱ働かせてもらってるるていうのかな僕の場合はね。そばそば子育てをしれやっぱり感謝だしあ<ー>じゃあ あのお母さんたちがやってる仕事をあれをもしお金に換算したとしたらやっぱり、うん、じゃいくらになるだろうって話じゃないですか我々が外で働くのと同じだけやっぱ本当はあげなきゃいけないと思うんですよね。家事労働は大変なんですよね。ねいやでも悩みはあったんじゃないでしょうかね。だかそういう時にこう何かこう聞かれた時に決してなんかこう面倒くさいっていう顔もう絶対しなかったですね。もうどんなに眠くてあもう今日は寝なきゃとかって思ってでもおお、うん、どうしたって。<laughs> なるほど、と <laughs> 目力すごいちょっとでも親<え>もう寝かしてくれよなんていう態度はもう絶対見てなかったですーーただ醸し出てた可能性はある、ね、<laughs> マジか今かっていう時はやっぱり、あのー、話を聞くっていうのは、まあ、非常に大切な愛情表現じゃないかなと僕は まあ持っていてい愛情表現って「愛してるよ」っていうことだけじゃないんですよね話を聞く相手を受け止めるっていう愛情表現もあるでどっちかっていうと僕はねそっちの方が大事だと思うだってどんなに好き好き好きって言っても話全く聞かない旦那って嫌ですよねだめだめだめ話ってやっ聞いてもらうだけでやっぱりこうスッとするじゃないですかで聞いてもらってなんかこう味方になってくれるのが一番いい そこでなんかこう答えってあんまり求めてないんですよね奥様にちゃんと言葉で愛情表現はしてますかいやー難しいですね、なかなかねやっぱりなかなかこう毎日毎日ね愛しているよというわけでもないですしね、うん、監督、どうですか僕、ばりばり言いますね。外に出す愛情表現も言うし、えー、その話を聞くって内側の愛情表現もするしそれはやりますよ外に出すときは何て言うの 好きだよってうわっ好きだよって今僕は言われましたけど顔は気持ち悪いです <laughs> <laughs> まあね奥さんは違うんでしょうけどね <laughs> <で>まあまあ違う私は今気持ち悪いかった <laughs> いい話の発からお子さんにはどういう愛情表現の仕方ってされます、まあ、例えばですけど私は家にいたら、うん、なるだけ抱っこしてますね、えー、そろそろ気づくなるんじゃないですか うちの子もあんまり食べないからまだ軽いんですよね。食べさせてない食べさせてないとい <laughs> そんな家ないでしょ <laughs> うついつい抱っこしちゃうと <laughs>、うん、ずっともうグリグリぐりぐりして延々とやってますねこれがいいことかどうか、うん、どうしてそんなに可愛いのってずっとやってます、ね、<laughs> <laughs> そこまで可愛いいのは罪だと思って。ええええ どうしてそんなに可愛いのわかんないはぐらかされちゃうわ、ね、そうなんで分かんないんだとか言うなじゃあすいません写真撮影にちょっと入らせていただいていいですか、はい、どうですか今ちょうど立ってるんで予感はしたけどやっぱり一時間は短い長いって言ってるじゃないですか楽しかった <laughs> よかったよかった <laughs> よかったよかった、はい、でもじゃあ最後に一言ずつ、えー、ママをやめてもいいですかナレーターは私 大泉洋が務めさせていただきます。